総攻撃スタンバイ。俺の恐れていたことが現実になってしまった。敵はこれからも数を増やしてくるに違いないぞ。やっぱり連中は宇宙から攻めてきたのか。なかなか強烈な登場の仕方ね。おいマサト、出かけるぞ。はい。バリアブルマシンの設計図を忘れるな。了解。あ、マサト。なんだよルイ。ダメじゃない、せっかくボブが撮影したテープを忘れちゃう。いけね。サンキュー。相変わらずそそっかしいやつだ。人のことは言えなくてよ、ピエール。戦争だ。戦争が始まったぞ。宇宙人の侵略だ。現在敵はバリアの外周5キロの線に沿って前線を設置しております。で我が軍の攻撃態勢は。大西洋上のアメリカ支援部隊が現地に向かっています。あと3時間もあれば完璧に整うかと。長官、高木大佐が至急面会を求めておりますが。高木大佐、特捜部隊のか。はい。またか、断りたまえ。ですが何か重大な提案があるとか申しておりますが。いいから断れ、この非常時に。この非常時に関係あるんですがね。長官、お話があります。なんだね君、断りもなしに。かねてより私の警告申し上げていた事態が発生いたしました。とにかくこのテープをご覧ください。このテープがどうかしたのかね。先日私どもが改造したバリアブルマシンと侵入軍との戦いが収めてあります。またバリアブルマシンの売り込みか。しかし今やこのようなものは必要ないよ君。見たまえあれを。あれは目下前線に配備されつつある宇宙開発用のプロテクターだ。あれならかなりの威力を発揮する。なるほど。しかしあのプロテクターに加えこのバリアブルマシンを量産すればもっと強力になる。確かに我が軍は予期せぬ敵の奇襲攻撃に一度は煮え湯を飲まされた。だが今度はそうはいかん。今から3時間後我が軍の総攻撃でどうなるか見ているがいい。大佐君もな。第二次増援部隊到着に備え周辺部の前線配備完了しました。また情報によれば敵は我が軍前方3キロに集結中であります。状況から見て敵の戦力には問題はあるまい。総統に連絡を。はっ。ゼラー総統、第一次攻撃隊拠点確保完了しました。どうぞ第二次増援部隊の出撃を。よくやったアモフ。直ちに増援部隊を発進させよう。ドルフをそちらに送る。は、では。
艦が発進。イライラしてくるな。あの連中の頭の中どうなってんのかしら。いつまでもあんな考え方してたら連邦軍は全滅してしまうかもしれないっていうのにね。え、俺たちもその総攻撃に参加したらどうかな。そうだな。俺たちのバリアブルマシンがどんなに局地戦に優れているか司令部の連中に見せてやればいいんだ。よし、今なら十分間に合うが、直ちに出動だ。さあピーター、出発するぞ。了解。ジャッキー、用意はいいか。はい、チーフ。発進。総攻撃まであと2時間。とにかくこのテープをご覧ください。レーダーを避けるために高度を下げましょう。わかっとるよ。うほう、パワードアーマーとかいうのはうじゃうじゃ。でも一体この中にどうやって紛れ込むつもり？ああ、俺こういうことって割と得意なんだよね。ま、見てろって。なんだあれは。さあ、おい見ろよ。どうやらあれが隊長さんらしいぜ。ねえ、本当に大丈夫？任しとけって。隊長殿、203部隊はここでありますか？ここは105部隊だ。105部隊。ああ、そうそう、思い出した。105部隊でよろしいんですよ。そうだったかな、ルイ。ええ、そうです。確か105部隊でした。なんだお前たちは。あ、我々は連邦軍司令部からの増援部隊であります。何？そんな命令は聞いとらんぞ。え、いや、それはその…まずいわね。うん。つまり司令部は目下多忙につき、連絡が遅れているものと思われますが。そう。かもしれんな。ま、この際だ。一人でも兵員が多い方がいい。ところで、お前たちの元の所属は？我々はドルバックであります。ドルバック？何？救助専門の部隊だと？そうであります。一体司令部は何を考えておるんだ。こんな役立たずの面倒を見なきゃならんのか。何役立たずだと？バカだ、やめて。落ち着けよ。なんだ、まだ用か。何でもありません。我々の足手まといにならんよう最後尾に待機しておれ。いいな。今に見てろよ。
いいか、よく聞け。我が105部隊の任務は対岸の敵陣地を占拠することだ。行動開始時間は1500。今のうち時間を合わせておけ。パワードアーマーは特に念入りに点検をしておけよ。俺たちを後継にしやがって。マサト、いい加減になさいな。私たちが何のためにここに来たと思うの？え、そりゃ俺たちの戦闘メカを軍本部に認めさせるためだろ。それを忘れないで。はい。うん。ちー、どうもあいつには弱いんだよな。どうした？宇宙ステーションから緊急通信です。こちら宇宙ステーション008、宇宙艦隊より攻撃を受けている。何？大したことないな、地球人の科学力も。敵宇宙艦隊の予想着陸地点を計算しろ。はあ。現在のコースを進みますと、北極点から大気圏に侵入、モンブラン山麓に達すると思われます。何？では敵の増援部隊か。長官、直ちに全軍に総攻撃開始の指令を。増援部隊の到着前に拠点を叩くんだ。おい、ピーター、本当にこんなことで故障がわかるのかい？いいから早く。異常なし。もしどこかにひび割りでもあれば、この円が歪んで現れるのさ。へー。おい、ピーター、ちょっとピエールの頭叩いてみな。やる。ああ、よせ、やめろ。異常あり。やっぱし嘘。うん、くう、こいつよくもやったな。痛い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 。総攻撃スタンバイ。攻撃開始だぜ、マサト。よし、俺たちも出撃だ。ストップ。お前たちは作戦終了後、負傷兵の収容が任務だ。そんな。我々の戦いぶりをじっくりと見物でもしておれ。わかりました。慌てるな。十分に引きつけてから撃て。まだだ、もっと引きつけろ。今だ、撃て。ダメだな、こりゃ。ん？マサト、見ろ。いよいよパワードアーマーの部隊が動き出すぜ。全軍前進。すげえ、これなら敵の奴らを蹴散らせるぜ。あ、手が来たか。交代しながらミサイル情報攻撃だ。敵
敵は逃げ出したぞ。追撃しろ。おお。しゃだ。連邦軍がやられてる。もう待てないぜ。ピエール、ルイ、行くぞ。了解。まさと待ってろ。今行くわ。まったく余計な手出しをしよって、命令違反だぞお前たち。しかしまあ、そのマシンのおかげで敵を撃破できたわけだよな。はい、隊長殿。これが我々ドルバックの誇るバリアブルマシンであります。バリアブルマシンか。なかなか大したもんだな。マサト、あれを見て。やってきたか。バリアを解いてドルフ艦隊を収容しろ。はっ、バリアを解け。一体これからどうなってしまうんだ。またしても敵の侵入を許してしまったか。フレッド長官。うん。高木大佐をお連れしました。高木大佐、君はなぜここに呼ばれたか分かってるかね。司令部に無断で自分の部隊を前線に出動させたことですかな。これは重大な規律違反だぞ。分かってるのかね君。まあまあ高木大佐、今日から君たち特捜騎兵ドルバックは直接私の指揮下に入ってもらう。長官。実は先ほどの会議でバリアブルマシンの部隊新設が正式に決定したんだよ。本当ですか。今度の作戦で唯一敵を撃破したヘンリー隊長がバリアブルマシンの威力を報告してきてな。今後ともよろしく頼むよ高木大佐。我々の力を認めてもらって光栄です。お前らよくやった。